鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留、入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は、大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方キロメートルで、周囲 16.5 キロメートル、島のほとんどが、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に、防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための街が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本が区の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、
現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、片越え艦、基準排水量 19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日下げなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための、関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の洋島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年、平成29年に、空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、
基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。政府はトマホーク購入を決定しました。いよいよ自衛隊でも運用が始まるようです。今回は潜水艦でのトマホーク運用方法について考察していきたいと思います。2020年令和2年12月18日、政府閣議でスタンドオフ防衛能力の強化が決定されました。一認識地対艦誘導弾をさらに長射程化し、多様なプラットフォーム、地発型、艦発型、空発型からの発射能力を加えた一認識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定したのです。この一認識地対艦誘導弾能力向上型は、現在陸自が運用している地対艦誘導ミサイルである、一認識地対艦誘導弾の射程を、約 200km から、900km に、約 4.5 倍も延伸、最終的には、1500km まで延伸したものとみられています。この巡航ミサイルには、長射程を実現するため、大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための多媒体形状のエッジ処理、人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、マルチプラットフォーム化などの技術が施されることになっています。日本政府は、2024年度中には、地上発射型のミサイル配備を開始するようです。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略3文書を採択しました。防衛費の大幅増額を含め、戦後の日本外交、安全保障、防衛政策を大きく転換することにしたのです。また、同じく、12月16日に防衛力整備計画も閣議決定されました。ここでは、一認識地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、試作を実施、継続することや、発射プラットフォームをさらに多様化すること、スタンドオフミサイルの運用能力を向上させるため、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、輸送機搭載システム等を開発、整備することを明記したのです。また、陸自、海自それぞれに目標が設定されました。陸上自衛隊は、一認識地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること、海上自衛隊は、護衛艦に、一認識地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載、また、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に垂直ミサイル発射システム、VLS などを搭載した上で、スタンドオフミサイルを搭載できる垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し、
開発することも明記されているのです。防衛装備庁ではこれらに対応するため、スタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱、及び飛翔技術などの技術的課題を解決するため、2026年度、令和8年度から2027年度、令和9年度までに各種試験を実施し、ミサイルの性能を確認する予定としています。最終的には、潜水艦発射型誘導弾装備を2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定だったようです。事実、防衛装備庁は2023年3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務を公告し、技術検討を担当する企業を募りました。つまり入札ですね。この技術検討とは、名前の通り、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計、製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と表記されています。近い将来、海上自衛隊においては、VLS、垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆しているようです。改めて説明します。潜水艦から発射される巡航ミサイルには、魚雷発射艦から発射するタイプと、VLS から発射するタイプの2種類があります。魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では、搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるというデメリットがあるのです。その点、VLS から発射可能なミサイルを装備した潜水艦では、巡航ミサイルを数多く搭載できますし、短時間での連続発射が可能になって、飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのです。その一方、VLS を数多く搭載するためには、大きな船体が必要になりますし、加えて、射撃管制システムが複雑になるというデメリットもあるのです。VLS を搭載している潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られます。韓国の通常動力型潜水艦鳥山安正弘級にも搭載されています。しかし、海上自衛隊においては、2023年現在、保有はしていません。潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形でミサイルの水中発射を研究していくかが話題になっているようです。2022年10月29日の読売新聞の記事には、政府は長射程ミサイルが発射可能な潜水艦の保有を目指し、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で調整に入ったとあります。しかし、それでは、時間がかかりすぎるという課題があります。だったら、現在保有している潜水艦で試験を実施すべきではないかという意見があるのです。2023年現在、海自の最新鋭潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を誇る太平型で、1番艦太平と2番艦は区切りが収益していますが、ネームシップである1番艦太平派当初建造中から試験潜水艦として種別変更されることになっていました。今までは収益中の潜水艦に新しい装備を搭載する場合、持ち回りで試験を担当していたのですが、稼働日数が減るので任務の割り振りが難しくなっていくという問題が発生しました。そこで、試験日数を短縮させるという狙いもあるそうです。そのため、
この太平に VLS を搭載して試験することで、より早く試験ができるのではないかという意見があるのですが、やはり、いくつかの問題は指摘されています。現時点では、太平は、横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属しています。もちろん、試験潜水艦に種別変更されていないので、太平で、VLS の試験が実施される可能性は、低いでしょう。また、1-2式地対艦誘導弾の全長は 5M で、アメリカ製の艦隊地巡航ミサイルトマホークなら、長さ 6.25M ですが、トマホークよりも、射程が長い1-2式地対艦誘導弾能力向上型では、全長が 7M から 8M にもなる可能性があるのです。太平型の喫水は 10M なので、もう、一回り艦隊を大きくする必要が出てきます。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要がありますが、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険なので、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として、新たに設計すべきとされているようです。また、VLS では、内径が一定なので、搭載できるミサイルが制限されることになってしまいます。昨今のミサイルの発展を考慮すると、あらゆる種類のミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利になることは、想像がつきますよね。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、VLS に代わって、並走モジュール VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載するべきという声が上がってきました。固定式の VLS ではなく、バージニア級原潜ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ、VPT、あるいは、ブロック V 以降での採用が始まった、新しいバージニアペイロードモジュール、VPM のようなモジュールチューブ方式を採用するということです。そうしておけば、VLS のサイズに制約を受けることなく、新型ミサイル開発を進めることができるはずです。しかも、特殊部隊の出撃、回収に必要な、エアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用できますし、最近注目を集めているブラックビングなどの水中から発射できるドローン航空機を導入することになったとしても、対応は可能になると思われます。VPT は直径 2.2M のミサイル発射管に複数のミサイルを収納可能な艦 MAC を挿入したシステムで、MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークが装填可能です。トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は、MAC ごと入れ替えることになります。また、VPM は、VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるので、4×7 で、合計28発が装填可能とされています。これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたため、その名前に、バージニアと冠されているのです。前世の名前を継続して使用しているということですね。以上、前述の通り、日本の潜水艦から、長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、これらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策とみられています。
日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうです。では、どこがそんなにすごいのでしょう？見ていきたいと思います。日本初、画期的な駆動システムが生まれ、世界が仰天したことなんだよね。最終形態が一番厄介なのは、どんな世界でも同じです。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦を追う、竜の引き渡し式が行われました。この追う竜は、そう、竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の5基地です。日本の広大な領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。ここといえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅に、では、あの大和の勇士が、呉港に浮かぶシーンもありました。余談ですが、太平洋戦争末期、アメリカは、原爆を呉に落としたかったそうです。しかし、天候の問題で、広島に落としたのだとか、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えますね。さて、その追う竜のデータを紹介します。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84M、幅 9.1M とされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているのです。そう。竜型潜水艦は、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと、鉛製の蓄電池を併用した、推進方式を採用していました。しかし、11番艦を追う、流派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したので、かなり大きく変更したということになります。ここで気になるのが追う竜の速力ですね。公表された値は、水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と、大した違いがないことに気がついた方もいらっしゃるでしょう。ここで再確認したいと思います。そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは、言うまでもありません。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような、正確な数値を公表するわけありませんよね。わざと、従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦追う竜だけでなく、従来の、そう、竜型についても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は極秘事項として一切開示されていません。まさに厳重機密扱いということがお分かりでしょう。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではありません。世界的にも同じ傾向です。なので、追う竜の公表値水中速力は20ノットですが、これは、実際の可能速度とは、全然違うのではないかと推測する人も大勢いるそうです。まあ、当然といえば当然ですね。データ秘匿の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が、他国に把握されてしまう。危険性があるからです。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって、活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき、情報と言えるでしょう。実は、原子力推進型潜水艦ですと、機関部分だけを考えれば、
理論上、ほぼ無限に連続航行できるということが、はっきりしています。また、原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識ですね。ですから、源泉は通常型とは逆に隠す必要がないのです。というか、隠してもバレバレと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には源泉であっても、それを動かす人間、潜水艦の陸務員は、艦内で生活しているわけですから、彼らのための食料など物資の補給は必要です。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるでしょう。つまり、源泉自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては、源泉での長期にわたる生活は困難が伴うものではないでしょうか。話を追う竜に戻しますね。鉛蓄電池と比べると、出力が大きいリチウムイオン電池を採用していますから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えません。瞬間的なパワーは、原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦には、確かに長所が多いようです。それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が、すべて、源泉である、国々が、軍事力で、優位に立てることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの、手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われますから、無敵ですよね。例えがちょっと飛躍しますが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている、永久機関のようなものと思われます。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えていいでしょう。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなどいろいろと言われてきましたが、はっきり発明されてはいないようですね。昨今は、この言葉もあまり見なくなりましたが、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく、潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度です。どれほど深く潜れるかによって、敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるのです。言うまでもなく、膨大な海中全域を、一度に索敵することは非常に困難です。潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しています。要するに、敵のソナーより深く潜れば有利ですよね。つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけです。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけですから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずです。つまり、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもありません。欧流派船体に使われている素材の強度から約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られています。それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約 300m ですから、かなり優位とも言えます。しかし、舞台となるのは、水深の深い太平洋ではなく、
水深が浅い東シナ海や南シナ海です。ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、暴流ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるそうです。簡単に言うと、ここに暴流を出すのはもったいないということでしょうか。獅子はウサギをヘイスにも全力を出すという言葉もありますが、強力な兵器を惜しんで時節を逃しては元も子もないと思えるのですが、太平洋戦争末期の戦艦ヤマトを思い出すのは筆者だけでしょうか。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあります。それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ですよね。暴流は原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったそうです。暴流の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上するということがありました。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が、なぜ浮上したのか、大騒ぎになりましたが、真相は空自、海自が執拗に追跡したので、暴流から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されています。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということですから、暴流の静粛性の凄さの証明ということでしょう。中国海軍の原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、暴流は世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないでしょう。